ください、これです。やばいっすね。すいません、すいません、ちょっと来ていただいても。ちょっと YouTuber の中に本人でして、どうも、はい、ちょっと勝手に使ってますよ。どうも皆様、ちょっと今日緊急で動画撮らせていただいてます。最初挨拶ですね。そんなどうせいいこぶってめっちゃしてるんでしょ。ラフェルです、よろしくお願いします。今日なんですけど、ちょっと真面目にちょっと緊急で動画撮らせていただいてて、今からですね、急遽今日の夕方大阪に飛びます。というのもですね、ちょっとこちらの写真見てほしいんですけど、僕が最近ラーメンの研究でいろいろラーメンを食べさせていただいてるっていうのを日々 SNS に載せてます。僕ラーメン屋さん出したいなうんぬんかんとかって構想があるんですよ。あの SNS 見ていただければ分かると思うんですけど、それを利用してちょっと出してください、編集マンさん。これなんですけど、勝手にですね、僕の許可を得ずに著作権を侵害してるっていう言い方が合ってるんでしょうか。僕の肖像画を使って、名前を使って、ラファエルがやるんだったら、ラファエルが考えたラーメンはこんなラーメンだみたいなことで、とある会社の、まあでも会社名も言います、人類みなめ麺類さんっていうラーメン屋さんなんですけど、関西の方が強いラーメン屋さんで、もちろん皆さんご存知のっていう全国展開してるラーメン屋さんなんですけど、こちらがですね、勝手に自分たちのファンサイト内オンラインサロンかなんか、要はオープンにしない状態、要はオープンにしたら問題なんで、まず大前提、このタレントの肖像とか勝手にとか絶対ダメなんですよ。オープンで、要はこちらにバレないような形で、そのクローズの状態でオンラインサロンだけで告知して、ラファエルが作ったラーメンみたいな形で、集客してなんか商売しようとしてるみたいなんで、これ全く我々連絡来てないです、うちの事務所の方にも。でこれ勝手にやられてるんで、まあ僕過去にも動画出させていただいたんですけど、僕の名前使って、なんだったら僕のふりして詐欺をして、それで捕まった人間もいます。僕それでわざわざ警察に呼ばれたりします、事情聴取でやりますし、ここの事務所にもその事情聴取でわざわざ警察来ましたし、お金持ってる系の YouTuber って結構詐欺案件とかで名前使われて結構痛い思いしてるとか、まあすごい風評被害で迷惑こもってて、今までもすごいあったんですよね。遠い距離感のファンの方からしたら、本当にそれが僕だったって思い込んだまま、僕のイメージが悪いまま今に至るっていうファンも絶対少なからずいるわけなんで、そこでまあそれがきっかけで風評被害の、そのネットの記事とか消すっていう会社を作ったりとかっていうのも今あるんですけど、でまた今回もその落とさせなかったなと思ったら、急にこんな形で名前使われ てこれはなと思って、今日の予定全部リスクして今から大阪急遽飛びます。一応その枠買ってあるんで、一般人のふりして潜入して、私服も全部書いて潜入して食べさせていただいて、そこの状況を改めて再度、まあ今のところはですね、ファンの方からのタレコミっていうのと、そのホームページ上しか、僕ホームページ上でしか確認できてないんで、まあ実態の確認って絶対必要だと思うんで、今から現地飛んで、まあ社長なり会社の人なりその場でもうお客さんいる前で呼びつけて、ラファエルですけどどうなってるんですかっていうので、ガチで突していこうかなと思いますんで、結構今日面白い動画になると思いますんで、ご視聴いただいて、ご意見いろいろいただければと思います。じゃあちょっと大阪の方に行きたいと思います。はい、どうも、新大阪の方着きました。場所がね、もうここから近いんで、今日しか突っ込みどころないんで、今日逃したらもうこのまま逃げ切られちゃうんで、実際行くときはサングラスと帽子とか取って、はい、ちょっとモザイクになりますけど、はい、ガチで隠し撮りで行こうかなと思いますんで、はい、どんな動画になるかわかんないですけど、リアルに普通になんか弁護士案件なんで、これ。まあそうですね。寒ないんすか。どういうこと、どういうこと、なんでなんで。いや、半袖やもん、だって11月っすよ、今。ああ、11月って長袖着るんや。あ、お前ほんまみんな長袖着てはるわ。でしょ。ほんまや、全然何も気にしてんかった。ずーっとこれよ、年間年中オールシーズンこれでやらせていただいてますけど、ダサ。いやこれマジで、ほんと弁護士案件やから、マジでこれマジで揉めれちゃったんだから、はい、この長くずーっとラーメンってストーリーを上げてるのをいいように利用して、はい、一般にオープンになってへん情報やからね。さっきも言いましたけど、まあまあそうですね、限定20なんでしょ。限定14かなんかでしょ、はい、そこだけでも終わらせようとしてる、勝手に症状使って、はい、絶対あかんやん。ダメです。お前そこ入ったら怒れる。怒れる。大丈夫。うん、もう分かるけど、通行人が来るから取られへんと分かるけど、それはそれの方がまだマシ。T シャツより。T シャツより。え、決めました、ラフさん。決めました。あ、決めた。ああ、ああ。決めた。何なんその格。バレるって。いや、バレる。いや、ならんけど、警察呼ばれ、女子。いや、女子呼ぶな、見て。いや、もう。世間的に、すごいひどい扱いされる人間のカップス。女性としては、絶対に、勝ち組には乗られへんパターンのカップスね。いや、コンセプトで。変質者や。そのポーズやめて。真面目にちょっと着替えてきてください。これはあかんな。はい。じゃあ、上着るわ、マジで。いやいや。テリーバガー。
テリモカード。テリモカードあかん。いや、あかんし。バラックしようかな。いや、あかんし。じゃあ、もうズボンちゃんとしてくださいって。これマジやん。いや、これ、これは、ね、サングラス取る、実際の。はい。絶対取ると思う。バレないっすね。これバレへん。とか、普通になんか、かっこいい感じになってんじゃないですか。かっこいい？うん、なんかかっこいいっすね。いいね、これ。いやいや、ユニクロいいでしょ、なんか。電車とユニクロ、多分もう二度でないけど、あ、お目にかかることないけど。もう怒られるで。いや、もう。電車の次ぐらいにお目にかかることないぐらい。いやいや、トップ企業やで。ユニクロ。いやいやいや、そうそうそう、使ってるけど。かっこいいよ、ユニクロ。うん、普通にかっこいい。これってバレへんの？いや、バレないです。なんか、おしゃれな兄ちゃんが来たんかな。これでいくわ。はい。ちょっとこれだけ押していこう。いや、あかんって。いや、あかんって。これだけ押して。いやいや、あかんって。原価つこう。原価つき。いや、原価つき77、これ何百室あると思うんですか、この、ここ。お前、ここから落ちたら。当たり前や、誰でも。俺は、いや、絶対。俺は下の、下の方のこと買ってる。あー、なるほどね。うん、じゃあ、じゃあ、じゃあこれでいこう。オッケー、行こうか。行きましょう。行きましょう。マジで、ちょ緊張してきたな。いや、そうですね。まあ、リアル、これガチですからね。緊張したわ、ほんまに。ワンチャン喧嘩になるかもわかんないですけどね。エレベーター押したから、ここから行くわ。はい、ということで、ね、場所着きました。あ、光れて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 。もうちょっと、もう、どんどん、真ん中、真ん中、真ん中。入るときは、サングラス取るから、はい、で、バレへんか、はい。こんな格好でもさ、はい、なんかもう、オーラしちゃってるよな。考えられへんやな、ユニクロで、はい、今もうこれでエアロイって買った、この、はいはい、パジャマやな、これ。そうですよ。これでこんなにかっこよくなれんの、はい、やっぱり体型じゃない、口黒みたいな体型これ頭刺さなあかんんだ自分の全員じゃねえのかよかったな、やらなあかんな、ちょっとなんか声だけ拾ってきてくれ。関西出身じゃないですか、うん、ここめっちゃ有名っすよ。知ってるでしょ。これで全員揃えてもらいます。じゃあこれお城に出してってもらいますなんですけど、京都ポークと読めません琥珀あんまりこういう感じで出さないので変な感じですけど多分美味しいと思います。はい、ラファエルさんをイメージした。むしろ僕がラファエルさんになったイメージ。
琥珀一口大きいな、これ一口大きいね、一口大きいね、ライフハック、ライフハック、人生に役立つ技。エビスジャンプとコラボしてる。いろんな人とコラボします、ね。上原愛さんとか。あ、そうですね。上原さん。あ、百円しろ。絶対嘘や。あ、もう妄想でね。あ、妄想で。あのイーロンマスクさんがやってるスペース X の一緒にやろう。ラーメンの一緒。そうそうそう。知ってる、それ聞いてくれた。いや、そう。知能指数2円あのこれもねホリモン族だホリモン族だあのマギマギのやつ書いてこいてね、ちょっと食べさせていただいたんですけど他のお客さんがちょっともうちょっと少ないちょっと今満室なんでここでちょっと社長呼びにしてもらおうかめっちゃ行かれてるやつがやればいいここやったらさ、武器がいっぱいあるからさ例えば、時計棒とかこうパッと取って、はい、先にパロンって言ったらもうそれ武器ですからね。あ、まあ確かにグラッパルの武器は最初の方のやつね、このメガネかけて、はい、おっさんみたいにしてもね喧嘩するときのやつね、まあ、そう警護と、はい、意外です、やばいやつやったっていうこれと分かる人たちも分かんないですすいません、すいません、はい、すいません、ちょっと来ていただいても、はい、すいません、視聴者さんから垂れ込みというかあったんですよ、はい、これであれですよね、使用条件侵害じゃないですけど勝手に使ってますよ、そうどういう言い方かわかんないですけど使用条件侵害って連絡はしてないです、はい、いただいてないです、してないです、すいません、ちょっと初めましてでこんな風に言うのですごい恐縮なんですけど聞いてなくて、はいはい、はい、で勝手にやってて写真も使われてるじゃないですか、なんでちょっとそれはどういう意図があったのか勝手にやられると正直困ります、はい、もしもシリーズなので、はい、ちょっとラーメンやりたくて、まあ、ラファエルさんをちょっとイメージしてお客様に喜んでいただけたらなっていうところで、まあ、ちょっとエンタメっぽくだったんですけど、あ、まあ、そうですね、まあ、味も美味しかったですし、なんか、まあ、僕としてはその宣伝にあたるのでそういった意味ではすごいありがたいはありがたいんですけど、まあ、会社としてやられてるじゃないですか、一般人がなんか僕のことをなんか褒めたりけなしたりするとか商標登録もしてますので、名前とかご連絡いただきたかったなと、なんか、まあ、正直嬉しいは嬉しいんですけど、めちゃくちゃ美味しいですし、はい、1杯も30分ぐらいかかってますね、はい、今回、開発で300分ぐらいかかってると思うんですね、ことですけど、結果としてやっていただいたことは、すごい嬉しかったんで、はいはい、あの僕、はい、ラーメン、ちょっと好きで、はい、ラーメンをやろうかなってぐらいの感じで、ラーメンをやる、はい、ずっとやる、多分それ見られてですね、あ、そうですね、インスタとかあのアップされてて、今日はあの YouTube のちょっと見てました。あ、ありがとうございます。これって今後もこれ販売されるんですか？いや、もう今日限りです。まあ、もともと今日限りだったんですけど。あ、そうです。期間限定とか、本当今日だけで終わりですか？今日一日限定です、ね。この後もですね、今後も終わりみたいな。はい。それはそれもったいないですね。早く8とか、どれもなかったですか？350万ぐらいかかってます、ね。もともとそれでも今日だけで終わるつもりだったんですか？ラファエルシリーズは。そうです。ラファエルさんのイメージをしたら、なんか最高級っていうのが浮かんで、気づいたら350万の買い取費がかかっちゃったもしよければあの美味しいんでしたらなんかコラボでもうちょっとお客様にも僕も届けたいなっていうのがあって、はい、よかったらどうですか。コラボ、そうですね、コラボ、そうですね、実は僕もその先ほどもちょっと話したんですけど、ラーメン屋さんを結構本気でやろうかなと思ってて、研究してる最中なんです。めちゃくちゃ素人なんで飲食はやってるんですけど、はい、カレーパン屋さんとか
ラーメンちょっと仕事で、ずっと勉強してたんですけど、なんか会社としてずっとやりたくて、なんかコラボってなると、御社のところで、まあ、これ期間切れるの、まあ、これが延長するみたいなことですね。そうそれだったら、なんかその、今日僕も本気でラーメン屋やろうかな、僕自分で 100% でやろうと思ったんで、はい、やるんだったらコラボじゃなくて、はい、一緒にガチでお店出すとかだったら、ありかなっていう。店を出すなんで、例えばですけど、もう一緒に法人1個作っちゃって、それをの。株価値、はい、株価分もガチ50発で、はい、でもう1から、はい、お店のもう名前から全部、おプラッシュアイデアですけどカレーもやってるんで、小麦の禁断症状なんで、はい、まあそういう名前ちょっとネーミング、はい、そことコラボみたいな感じの意味合いでもいいですし、ラファエルコラボでもいいんですけど、はい、そこまでの温度感だったら一緒に逆にやらせていただきたいですけど、いやそれはもうなんか今日勝手にあの使ってますし、なんか本当申し訳ないなと思ってますんで、いやそんなさせていただけるんやと思ぜひお願いします。ですか、はい、そこまでだったら、はい、僕も正直のところちょっと一人でやるのは結構ギャンブルで知識もない中だったんで、しかも御社めちゃくちゃ有名なのを存じ上げてるんで、はい、今もこんなに並んでるじゃないですか、はい、一緒になんか案件とかでそういうことでやるコラボはちょっと違うなと思うんで、やったら、はい、結構本気でいきたいなって思うんですけど、もしそれでいいんであれば、はい、お願いします。えこんな手前で、はいこんな展開早っ早っ早じゃないですか早っえ、ほんまにいいですよ。いやいやいや案件で、案件とかじゃないですよ。案件でコラボじゃないですよ。一緒に会社を作る、はい、一緒に店を出す。え、そんなフットワークかかるんですかえ、あ、ちょっと美味しかったんですか。ちょっともうちょっと声静かにしてください。お客さんがちょっとお客さん、まあ、帰られてからちょっとお話できます。あ、いくらでもよろしいですか、はい、まあ、僕待つんで、あ、連絡先交換しまで後で連絡いただいていいですか。わかりました。 2,3 時間ですかね。あ、そうですね、お見せします。そう、こんな展開あるんですねこんな展開あるやばいっすいや、めっちゃ早いっすけど、俺めっちゃ怒るの下手やろ俺怒られへんね感じで触れちゃうね、心の人のこと気使ってる感じ出てましたよ。言えること言ったよな。まあ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 、頭おかしくなってた。著作権とか肖像権侵害とかもうそれも合ってるかも分からへん。ちょっとやる側やもんねこっちは侵害する側やからな。ほら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 、いや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 、そこ行く、なんかやだねな、優しそうっていうか、まあ、なんかちょっと頭いかれてるんかちょっと弱そうでよかったわ、うん、全然なんかとしばけるだとこんな展開あるんかな。ちょっと向こうもさ、うん、急に俺にガッて言われたからさ、はい、もう脳が言われへんかった感じもあるから、うん、はい、バブバックに喋らせたよでも俺もありやと思うね、ほんまに。いや、だってまあラーメン言ってましたからね、僕ら。いや、ほんまにラーメン、はい、これね、あのこの動画で初めて翔さんに言うんですけど、まあストーリー見てたら分かると思うんですけど、はい、ガチでラーメン屋やろうと思ってて、はい、まあ、飲食の方があの好きになっちゃったんで、いろいろやらせていただいて、はい、いろんなところに店舗があって、ラーメンほんまにガチでやろうと思ったんですけど、誰かコンサル入れようとしてたんですよ、実際、はい、僕は、はいはい、知識ないじゃないですか。まあ、まあ、愛があっても知識なかった商売になれへんかったら分かんかな、はい、もしほんまに一緒に会社共同でできるんだったらありかな。まあまあ確かに、いや、そのこっちが 20% とか 30% とかじゃなくても 50% でやったらあり、はい、こんな人気で飲むめちゃくちゃ並んで見てる。ちょっと俺もドキドキしてるわ、まだドキドキしてる。俺ああ苦手やね俺マジで。ああいうのヒカルさんのやつも断ったもん。ヒカルさんのやつ、ぼったくりのお店に行こうぜって言ったのに、で、ミクル君と言ってたもん俺嫌やね、ああいうの、なんかガチのやつ、相手怒らす系のやつ。で、今回でもこっちがな、被害者やからな。被害者ですからね、ある意味、はい、ある意味もクソもないわ、100% 被害者やもんなもう終わったんで、先ほどの話の続き、こちらで。はい、おはようございます。すいません。すいません、先ほどは失礼します。申し訳ないです。YouTube ちょっと回しててもいいですか。こういうサラスケとかそういうことじゃなくて、はい、普通に先ほどの話の続きの商談のところ、もし使えるならこれも流して、はい、問題ないと。はい、すいません、お疲れ様です。申し訳ないです。いや、すいません、ごちそうさまです。ホーケーさんから。そうですね。これですか、はい、チャーシュー。さっきのチャーシューですね、はい、いいのを使ってましたね。これ僕コンセプトなんで、はい、高いみたいな、ちょっとちらっと聞こえたんですけど、チーズがどうのこうのみたいな。ああ、そうです、最高級ばっかりを取り揃えたら。ちょっとじゃあいいですか、お話だけ。はい、あの会社のお話の続きとか大丈夫ですか。もちろんです、はい。
はい、ということで改めましてですけど、すみません、改めまして先ほどはちょっと失礼しました、いきたいと思いまして、はじめまして、はじめまして、松村です、よろしくお願いします。ありがとうございます。まず最初にですね、ラーメンめちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃよかった。僕研究させていただいてて、ずっとその中で、はい、もちろん御社も何度も行ってますし、はい、いろんなラーメン食べていただいてる、まだ、はい、まだ全部は食べて、もちろん食べきれないんですけど、はい、毎日のようにラーメン屋さんで新店もできるので、好きなラーメン屋さんが5つぐらいあるんで、これ絶対譲られへんって混ぜ麺で食べて、はい、その中に入ってます。はい、その中の一番上くらいです。嬉しい。今回正直も嬉しかったのはあったんですけど、はい、先ほどの話の続きになっちゃうんですけど、勝手に使ってるんじゃないかみたいな垂れ込みがあったんで、まあ、なるほど、ちょっと潜入したいみたいなところで。潜入で、はい、すみません。で、さっきの続きですけど、はい、一緒に会社はそれありなんですか？さっきの温度感でなんかすぐ OK がしました。あ、はい、はい、か軽ない軽地になってくれるみたいな感じですね。まあ、そうですね。僕ら社名が、はい、そうです。うちですね。はい、なんで社名うちなんですか。まあ、食べて終わりだけじゃなくて、次の日安心安心で、まあ、見届けますよ。なるほど。まあ、コンセプト意味がこもってるんですね。一応こもってますね。なるほど。さっきの続きなんで、YouTube 僕らも回す。あ、もちろんもちろん回されてましたね、ずっと。そうですね。ここでずっと回されてましたね。はい、まあ、全然大丈夫です。全然回してください。いいですか。はい、全然回してください。会社、いや、言ったら御社ってその大手じゃないですか。大手、はい、どういうパワーバランスか、ラーメン業界わかんないですけど、はい、今何店舗ぐらいあるんですか。今ちょっともう数えられなくて、年内であと6、7店舗オープンみたいな。え、全部で何個ぐらいですか。数えられへんみたいなのがあります、社長。去年で20から25店舗出してるんですよ。え、メニュー開発から、店の設計デザインで、はい、商品の開発、はい、でメニューのちょっとかしこまっていいですか、すみません。大社長ですね。いやいやいや、ちょっとかしこまっていいですか。いやいやいや、すみません、なんかさっき。いやいや、そう。トータルって何店舗なんですか。大体まあ、50から100の間だと思います。50から100、全然違うけど。これ、テストやったら全然偉いことないですよ。90から100やったら、それでもわかんな。一応30歳までに100店舗ぐらい出したんですよ。で、それはプロデュースって形なんで。え、御社の会社で MC で出されてるんですか。MC、プロデュース。プロデュースってのは、あ、ちょっとコモンドとして入ってるんだろうか。まあ、そうですね。なんか漬物屋さんの3代目か4代目の方の代替わりの時の息子さんが社長になる時のブランディングとかも。いや、わからんな、わからんな。すごい長い歴史。これ何店舗ぐらいですか。直営は売却していくので、今10店舗ぐらいしかないんです。売却、あ、MC やりたいという人に、あ、いいよ、ここって。そうです。あ、うちの10倍やね。一応まあこれからは僕らは火星にラーメンを出すっていうことを目標にしているので、もう直営店あんまり。スペース X。 あ、ご存知なんですか。もちろんですよ。僕本気でラーメン研究してるんで。スペース X ラーメンとか取り組みされてるのが なんか変わった会社やなと思って見てたんですよ。で、御社からしたら、はい、僕と、はい、絡むメリットなくないですか。いやいやいや、そんなもう超有名人ですから。いやいやいや、その、まあ、有名っていうだけで、はい、一緒に、いや、ただコラボだったら意味あると思うんですよ。例えば案件でとか、はい、宣伝とか全然意味あると思うんですけど、一緒に会社やるってメリットだって本当にいいんですか。逆にいいんですか。ラーメンでも好きなんです。いや、めちゃくちゃ好きですね。ジャンボやりたいです。この感じの社長か。ちょろいねんな、このタイプ。よしよしよし、計算だったら計算だったら、よしよし、このタイプちょろいねんな、よし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 。乗っとる気やん。乗っとる気やん。めっちゃ嬉しいですけど、ちょっとテンション変わってくるっす、それ。いやいやいや。こんな感じ、だから、すいません、なんかこんなこと言うと上から見て申し訳ないですけど、だから、この、今回のイベントも多分、全くほんまに何の悪気もないっすもんね、多分。そういう感じっすよね、ノリっすよね。そうですね。ですよね。はい、なんか美味しいラーメン届けたいなっていう、それだけです。おもろいことやりたいなみたいなノリっすもんね。ちょっと悪質かなと思ってたんです、最初。結構僕、著作権侵害というか、はい、結構勝手に使われたりすることが多くて、僕以前警察沙汰になったりしてるんですよ。この感じで僕って分かんないんで、僕のふりして詐欺したり、はい、で警察捕まって、はい、警察沙汰になったりとか、で結構そういう嫌な思いがあったんで、今回はなんか変な感じだって嫌やなと思ったんですけど、でもラーメン御社やしな、どんなことなんやろうと思いながら、味がもううますぎて、
よかったです。当たり前のこと失礼ですけど、ここほんまにうまいです、マジで。そうですか。ここでは全部、本当に今さっきのことなんで、はい、全部いろいろ決めきれないと思うんですけど、はい、やるなら一緒に会社やらせていただきたいです。はい、で株式も平等に出したい、持ちたいです。はい、で、店舗出したいんです。もちろんです。店舗を広めていきたいんですね。大阪ですよね。そうまず1店舗。名前決めたりとか、はい、ちょっとワクワクしてきたな。すごい熱量で、あ、で始まるってことですね。いやもう本当に、あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、何個かいい物件あるんで、後で見に行きましょう。え、もう今日すぐ。ラーメンは、はい、どんな感じのか、あれはこのままさっきの原価聞いてると出せないですもんね。そうですね。なのであの、まあ、チャーシューももうちょっと枚数を減らして、でいっぱい乗せたい方は、はい、ああいうトッピングもできるようにして。ちょっと待って、めっちゃテンション上がる。やばい。ラーメン、ワインとか選んでほしいなと思います。おぉ。あります。あります、ね、もうあります。それ情報ありましたね。これほんま言わせて、もうめちゃくちゃいい質問です。すいません、ちょっと言いがら失礼で。もうラーメン屋にワインないでしょ。ないです。あれほんまに不思議やねんて。まあ確かにね。で、シャンパンとワインやっていいの。だからそのホリエモンさんとかシャンパンね、ドンピリあんのよ。ああ、確かに。あれでいいのよ。コインギドギドしたやつは、はい、やっぱり炭酸で流したいの。シャンパンがあっていいのよ、別に。確かにそういうことですね。そういうことです。ただやっぱりマスに頼みたいんで、マスっていろんな方に食べていただきたいんで、お値段はやっぱりラーメンのお値段にしたいんですよね。そうですね。だどっちかじゃないですか。バギーマニアみたいに1万円でいくのか、はい、まあ、本当に通常の、まあ、1000円ぐらいでいくのか、どっちかじゃないですか。家族とかでも普通に来てもらいたい感じのコンセプトは僕はもともとあったんですよ。一応これがあの、まあ、行列なんですけど、豚もカバも恐竜も並ぶっていう行列にラーメンを食べるために、はその思いで僕はやってるので。さっきも行列すごかったですよね。ありがたい。店オープン中。そうですね。ずっと並んでるんですかね。最近寒くなったんで行列が半分ぐらいになってる。え、あれだ半分なんですか。そうですね。週末は50人以上並ばれることが多い。社長が御社の代表で、はいはい、株主でってことです。メンバーがいるんですか。社名的になかなか定着率が良くなってですね。ああ、そうなんですか。そう。うんこ、うんこですもんね。あ、チチの方ですね。柔らかい方ですね。ババっすよね。なるほどですね。じゃあコンセプト的には難しいところですね、はい、皆さんに食べていただきたい、この時に食べたい、じゃあやっぱりあの普通の通常のラーメンの価格でいくかなって感じですね。その方がいいと思います。僕でもあの味めちゃくちゃほんまにつけるからね、なるべく、まあ、チャーシューが減るとかはいいんですけど、はい、この感じのままいきたいんですけど、あ、わかりました。チーズ合うんですね。合いますね。俺びっくり、チーズ入ってるラーメンなんか他にもあるんですか。全国だってあるんですか。他にあったような気もするからぐらい。びっくりしたっす、マジで。今まで結構コラボされてますもんね。今年だけ、うわーってコラボしました、ね、あ、今年だけなんですか。そうだ、上原さんとか。あ、そうですね。エビスジャパンさん、はい、あ、そうです、そうです。それも同じようにたまたまコラボだけで、その日だけってことですか。まあ、そんな感じ。あ、1日だけなんですか。はい、まあ、上原さんはあの韓国にも1日来ていただいて、韓国でも食べていただく。なんかそんな世界的な盛り上がりがありました。ここのコンセプトがいろいろちょっと決めていきたいですね。はい、いつぐらいに出します、店。年内には行けるんじゃないですか。この間、最短で何日で店出せるかっていうのをやって、3日後オープンしたんです。すごっ。東京から絵描きの先生に来てもらって、壁にブワーって塗ってもらって、厨房に僕がガーってこう買いに行って、もうトラック捨ててバーン納品して、もう設備屋さん入って、ギリギリ買おうと。何のギフトやと思ってるんですか。やばいな、ほんまに。特殊なギフトやと思ってますね、それ。特殊なギフト。いや、それいいっす。僕もそういう温度感好きっす、めっちゃ。3日後頭空いてないと思うんで、まあ、もうちょっと先で。いや、当たり前やろ。この熱量で、いや、あの、いろいろあるんですよ、僕やりたいのが。僕は最初の一言、いつも変な一言言ってるんですよ。偏見あるあるって言ってるんですけど、雇用給の大体、なんか、まあ、それはちょっと根本的にあれですけど、はい、そういう今までの言葉とかも、はい、壁か、なんかこう、ビールグラスとかにも書きたいというか。おー、なるほど。なんかそんなんもやりたいんですよ、ね。これじゃあ、急ピッチでじゃあ、最終の味の調整しないとダメですね、単価も増えての。そうですね。うん、明日空いてますか。開けます。開けます。おお、全然開いてないですけど。だってもう今日東京帰るし。今日怒りに行っただけなんですけど。怒りに行っただけ。ガチで怒りに行ったんですけど。じゃあ僕が東京行かなかったんですか。行きます。来ます。いいですか。はい、ぜひ。わかりました。明日は今度泊まりでいいよね。うん、リスケします。この温度感、いや温度感すごい、スピードすごいですね。まあまあいつもこんな感じですね。やばい、似てない。似てますね。全然似てますね、この温度。ほんまにそんなんです。でも裏側では適当にやってないですよね。ちゃんともう絵が見えてますもんね。あ、絵は見えてる。ですよね、はい、パッて今言ったらこれやろうやって言った瞬間にも絵見えてるんですよね。あ、そうです。ですよね。周りから適当にやってるって思われません。あの、そう言われます、ね、ですよね。これ想像できないやつなの、さっき言うんですよ。
想像できないやつなんですよ。未来を描けてないじゃないですか、はい、僕らも地図描いてますもんね、喋った瞬間に。そうですね、うわ同じタイプや、出た同じギフテッドの出た、嬉しいですマジで。おなんかすごいプレッシャーかかってきたいや適当にやって失敗するしなんかいっぱいあるやんか、はい、でももちろんですけど 大社長で実績あるし、はい、じゃあちょっと明日また来ますんで早速も、はい、研究開発にはどうですか、まあ、味の決定というか、夜準備しとくので明日来ていただいたら、はい、いろいろ食べれるようにしておきます。こだわっていいですか、好みのところまで行っていいですか。ああもちろんです。いやでもこれで完成やねんけどな、そんな。いや、まあ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 。でもなんかそれやと俺が乗っかってる感じやからちょっと嫌やから。まあまあまあ確かに。やっぱり変えたいねんけど、はい、これを超えるところを探していかなかな。今のよりはもちろん上がるの全体で変えていきたいですね。よし、よし、よし。今回もラーメンがあれで大丈夫なのであればベースが。はい、はい。あの、僕はもう全力いけますので。もちろん僕、誰が言ってんねんやけど、もちろん大丈夫です。すごい。ちょっとラマイルクラブにも出てもらいたいな。社長対談動画があるんですよ。チャンネルが別であるんですよ。何も知らんやん、俺のこと。何も知らんやん。ほんまに適当にやったんちゃうよ、俺が言って。じゃあ、ちょっとすいません、長々と申し訳ないです。皆さんも、明日、じゃあ、またお伺いさせていただきますので。で、じゃあ、ちょっと明日も YouTube 回させていただいて、ラマイルの格好できます。おー、わかりました。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。完成にラーメンを出すっていうことを目標にしているので、ね、今同じタイプや、出た同じキュッテルと同じじゃん。あ、いらっしゃるかな、すいません。はい、あ、お疲れ様です。昨日ぶりです、昨日ありがとうございました。ありがとうございます。改めまして、よろしくお願いします。本当に来ていただいたんですね。ありがとうございます。撮影以外でもいろいろ商談しました。ああだこうだ、はい、びっくりするぐらい温度感で進んでます。確かに昨日ましてやから俺、はい、確かに昨日の今日でびっくりする温度感進んでますよね。そうですね。今日はっていうかもう今日で決まんねんけど、もう、今日は麺を用意していただいてるっていうことですかね。あ、そうですね。なんかあの何種類か準備しようとしたんですけど、はい、ちょっと温度感高すぎて10種類ぐらい準備しちゃいました。いやいや温度感高いな。温度感高いな。はい、どうぞどうぞ。お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。これ、写しても大丈夫なんですか。もちろんですよ。あ、テンポに写しいいんですね。全然大丈夫です。レシピ捨てて、パス率も書いてます。いやこれ、ないすごいな。いいの。いやここはモザイクにして、ここ絶対モザイクにして、世界一のラーメンだな。はい、近年ラーメン類の太麺。普段よりちょっと太めってことですか。太麺、なるほどなるほど。近年ラーメンの麺、白のやつですね、これ。はい、新作、いやー、超新作。ピットチーネっぽくしました。へー、はい、でもすごいな。ほうれん草も気になるぞ。女性とか良さそう。人参、うわー待って、もうこれ好き、多分これ好き。おー、好きね。はい、で、新作 A 舗装のまだちょっと違うやつね。まず、四角と18-14角で、チャーシューもあるいくつかある中で選ぶという。あ、そうですね。これがあのクソ親父さんの特売で出してるチャーシューで、ちょっとレアチャーシューです。今つもはい、まあ、あの生ハムみたいな、はい、でこれが世界一今ならあのこれ一枚どんどんです。えっ、あとは人類ラーメン類のチャーシューも準備しました。じゃあ、はい、楽しみ。よろしくお願いします。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 これ分かる、入ってすぐ能力的には。いや全然分からん。1枚でやばいっすね。これ1枚ってなんすか。めちゃくちゃ高いやばいでしょ、こんなめっちゃ高い。何百万とかしますか。多分そういうレベルだと思う。ブリーチさんのとこにあったやつのもっと高い場合だと思う。めっちゃ高いと思う、これ。やばいっすね。冗談で平田さんが、まあ、あんま言うなって、もう終わったんやから、あれ契約。今日ここね、研究所ということで。そうだ、ラボみたいな感じで、ラボみたいな感じでやってる。アーティストが、アーティスト、私のアーティストが働いてるところは違うね。うん、すごいよね、百何十店舗あって、来年の取り組みすごいね、聞いたら。ガチで会社設立することあると思わなかったです。そうですね。長さんのでも、ガチでもあれですよ。いや、俺も、いや、もう、やるつもりだからね、どっちにしてもね。でも、そう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 。昨日でやったじゃないですか。うん、でも、リスキするほどっすか。うん、だって、愛人とかやってさ。やめろよ。そう、あの、大阪のな。ちょっと企業秘密の部分もあるんで、いろいろ映していきたいんですけど、はい、それはね、またほんまにほんまに俺もまだ半信半疑だから、
はい、もちろん会社なんかまだ作ってないんですからね、はい、感じなんで、だから今からいろいろ喋っていく中で裏側また本格的にしてから出してみます、はい、じゃあもう作っちゃいますね。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ改めましてください。今2種類ずつパーツ出てきます。はい、からですね、いや気になるぞ気になるぞ、ちょっと真剣に、いや俺好きやな、社長のスピード感好きやな、めっちゃ見てない、ね、これ、はい、いや俺のもっとすごいわみたいな感じだな、俺がマッキーやったらさ、ちょっと聞きたいけど、はい、本当に節風呂って感じだな。マッキーさんの関西的な節風呂、はいはい、短いミスって言ってたら、はいはい、あの源とかも聞きたいな、ちょっと名前とかマッキー出てもらおうよ、はい、そうですね、どれが気になる今の。いや、めちゃくちゃ好きやろな。僕はほうれん草。俺あ、それも分かるけど、これ人参はどんな味になるのか気になるな、まあ、結局これ、ね、俺もかったよ、めちゃくちゃ、まあ、これが、まあ言えば本店ですからね。そうやんな。例えばさ、これ並べるときもさ、この並べる、このここ吹いたりするね、はい、めっちゃ綺麗に吹いてたよ、はい、これもなんか多分俺ら完全に触ったら分かんないいや、普通そんなことないよ、まあ、そうです、試食やから、はい、この位置のこの感じもやばいっす。なんかあんねん、演出さ、はい、イベントの時は、これはもう、ね、3倍、4倍ぐらい並べてたね、はい、そんなところの社長さんに逆に殴ってもらったんやどうやん、なんかちょっと怒ってましたけどね最初なんか怒れてないけど怒れてないけど、うん、あれで、おいとか言ってたら、はい、こんな話だね、はい、人の良さ出たな、人当たりギフテッド人たらしギフテッド出たね、あ、まあ確かにね、プロですから最終的には全部社長の判断になるんですけど、うん、まあまあね、僕もそれなりにいろんなものを作っていただいてるんで、はい、あのまあいろいろふざけてますけど、我々は、はい、結構味にはマジで自信持ってる、本当にもう健康を気を使ってるじゃないですか、この1年とか、はいはい、ほんまにあの食品的なものが取れへんみたいな、体に悪い食品的なものが取れへんみたいなところで、はい、コンビニメントとかほとんど食べてないですけど、もともとめちゃくちゃ好きだったじゃないですか、はい、でほんまにそれやると結構研ぎ澄まされるっすよ、うん、まあね、だってさ、昨日さ、お水もらったよ、商談中に覚えてる、覚えますよ、あのあれでしょ、飲んだ瞬間に、うん、これ香水ですかって聞いたよ、はい、あれ、お水が軟水で、氷が香水やねんね、すごいっすよね、俺一発で分かった瞬間、ね、氷がよ、氷水、はい、それが一番美味しくお水が出るんですって言ってましたね、アーティストが言ってください、アーティストアーティストが、わーわー来ました来ました来ました、チャーシュー、パンダと肉来ました、これあれっすよ、はい、クソ親父のクソ親父ですね、あ、そうですね、厚みが4ミリ、はい、3ミリ、はい、3ミリ、2ミリです、2ミリ、じゃあパンダパンダパンダ、はい、え、竹山それちゃうよ。え、違う、竹やろ。これメンマちゃうん、ま、メンマって竹やろ。あ、そうなんですか。そうです。じゃあ、いきます。まずこれね。まあ、汁は汁そのものなんでね。うますぎるよ。チャーシューどうすればいいのかな、どうしたらいいの、これ4、これ4っす。4。4、なんすか、4。その水の話だけど、はい。こんな瞬間に気づくやっぱ。前までそんなことなかった、やっぱり。あ、そうなんですか。コンビニ麺とか食ってるとそんなことなかった、いただきます、絶対4ミリだないやいやいや、まだ3と2もあるから3? これ3っす、それでどう変わるんだろうね、難しいよ、これ料理の鉄人みたいなことされるんですか、確かに、古いなまだイレイさんが見て喜んでるわこれ2っす、2、はい、俺2ミリの方が多分いいかもしれない、4、いつものチャーシューの太さこんないなと思ってるけど、はいはい、当たり前やと思ってほしいと思ってるけど、はい、3ミリって方がうまかったから、はい、2の方がいいかもしれない、食感ね、まあ2、このチャーシューやったらパンダね、だけって知らんかった、知らんかっただからパンダって、パンダぐらいしか食えへんやん、いや、まあ、いやいや、そうはいけない、そういう意味でパンダって全然わからんかった、マジで死んでやん、はい、はい、細麺いきます、はい、いただきます、あー細麺やな、絶対、はい、お待たせしました、うわ、世界一暇なラーメン屋のチャーシューです、うわー、すごいな、4ミリ、3ミリ、2ミリです、かしこまりました、まず4ミリね、次のラーメンで2、3ミリ、3ミリと、はい、いきます、うん、大きい、うん、肉も美味しいんですけど、これ可愛がって育てられたからそんなん言うなってもうえ、今日ハニバルレクターのハニバルレクター続編じゃないんだよ、違うってもう分からんな、分からん、分からんな、分からん、一つの沈黙続編じゃないのか、いや分からん分からん、そんなん言うても細麺やわ、ちょっと待って、細麺やわ、これですよ、うん、待って、細麺やわ、バチッと見てんだ、バチッと食べ過ぎてあかんのか、今から行かなきゃならな、どんどん、どんどん行けます、はい、どんどん、どんどんお願いします、
ありがとうございます。メンマ、そんなのメンマ、メンマがもうマジ優勝、このメンマ。撮影終わったら食べたいっす。もう食べるよ、ほら。おいおいおい、もうええ、おい、やめろやめろ。逆炎上しますよ、こんなアーティストの作った食材をそんな雑にやったら。こっちは農家があるって言いたいよ、それ。農家があるってそれ言いたいよ。いやいや、100切れよ。こうしたのはね、ちょっと本当に申し訳ないですけど、ちょっと俺も主食なんでね。昨日もこんぐらいかな。昨日これ、うん、もうちょっと太かったですね。あ、昨日のやつはでもこれなんで。やんな。はい。というのはやっぱ細めよ。あ、そうね。食ってもそうやけど、自分のお店があるってなると楽しい。まあまあそうです、ね。ずーっと我慢してたから。はい。これ、ヒカルさんとも確か言ってたけど、ヒカルさん牛乳出しちゃったけど、もともと焼肉一緒にやるって言ってて、はい、断ってたよ、怖いから。はい。ちゃんと本格的な話になってへんけど、はい、店舗出すってやっぱ怖い。炎上一回してる人間からしたら。まあまあまあ、確かにね。ヒカルちょっと頭動かしてから出すねんけど。なんか攻撃者でそこに来れちゃうよ。確かにね。当時言ったら、まあ、結果として今だと仲いいけど、ヘズマさんとか、はい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 、これちゃうから。でもまあ、いろいろタレントさんみんな出してる中で、満を持して、俺も出させていただいて。はい、ありがとうございます。人参麺です。はい。ほうれん草。はい、ありがとうございます。うわー、すげー。すごっ。はい、で、さらにこれが、人類ミラメンブリの世界一のチャーシューで、厚め、薄めです。はい、いただきます。厚めも厚すぎやろ。すごいね。やばいな。マコラが腕切られたシーン、こんなぐらい。ああ、マコラね。はいはいはい。まあ、少ないね。うん。たまって切られた時に、たまってあった時にこんなのだったな。マコラじゃない、これ。いや、違うって。はい、いただきます。人参ね。うまいなぁ、すごいね。全部うまいね。全部うまいなぁ。おぉ。諦め1分前でーす。はいよぉ。ありがとうございます。ラーメン屋よ。ああ、何言ってたごめん、何言ってたごめん。こんなに言ってたわ。でもやっぱあれっすね。一日店長とかしたいですね。オープンしたら定期的に行きたいね、うん、今までその動画に出たような女の子もさ、普通に告知で関係なくなんかアルバイトとして働いてもらいたい。確かに確かに。ヤバイトさんってさ、積極能力高いとか、今までもタレントさんとかしてたから、そんだけ売れてない人に積極能力かけてるから。ネイルは外さなあかんすよ。ああ、俺もいや、俺よ、でも地上の誠の側近のあいつが自分で連れ剥がす。いや、ルロニケンシンですか。ルロニケンシン、ルロニケンシン。いや、ほうれん草味言ってよ、あんまやった。あんまなことないよ、全然うまいよ。全部うまいねんけど、色がちょっとない。まあね、しょガチ、ガチです、色がない。さらにお待たせしました。はい。クソ親父最後の一振りです。はい、こちらです。はい。最後の晩餐みたいな。あ、最後の晩餐ですよ。こいつ、よ。はよ、死ぬの、今日。いや、いいな、太いね、今。どっち細麺がいいって言ったり。ちょっと人類ミラメンブリの太いです。はいはいはい、いい感じ、いい感じ。チャーシューも行っておきます。はい、おっす、おっす、おっす。クソやしいて。うん、クソやしいて。うまっ。細麺のこの時間とか、細麺ちょっと。まあでもラーメンであんま時間経つってないですけどね。これで、今まで20分だったかな。はい。これでやっと、かぶられくらい。最後の2杯が2分前です。はい、うまいな。まあでもやっぱりこの2つからブランドがどんどん出来上がっていったと思うんですけどね。ちょっと食べたいですね、あとで。うん、出ないよ、例えば。売ってないやん。このまま欲しいんだ、買い占めだった。いや、最悪やん。何万円も買い占めだった。あんだけなんかもう品切れになってるのに。いや、そうだよ、値段上がったじゃん。あー、転売メルカリとかで転売に来たら貸しちゃった。何でも転売転売やろ、そんな。大なり小なり、あの頻度と違うかもしれんけど、はい、そんな時計でも何でもそうでしょう。まあまあ、確かに。西はもう、ルルックスみたいな。まあまあね。ほんまに海外しか手に入ってへんって言うみたいな、そういうことだと思う。やっぱり、後ろの供給のバランス崩れてるものは全部。と、細麺だな。え、細麺っすか。今のところ、ガツンときゃな、最初食ったら。あ、そうなんですね。太麺もうまいねんけど、まあ、どこまでいってもスープとの相性やから、はい、ラーメン食ってる感じがするというか、口の中のバランスが、麺がめちゃくちゃ多くなるというか、ずっと食ってるから噛むやんか。はい。細麺がちょうどいい感じでマリアージュするというか。マリアージュ。あー、ごめん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 。かっこいい感じだった今。え？かっこいい感じにしちゃった。鼻につくな。はい、最後でございます。なす。人類ミラーメンブリと、はい、お待たせしました。はい、うわ、すごい。はい、これ出てないですよ、その新作。あ、ピットチーネ出てないですね。はい、これ、はい、これジリミナメンブリ。あ
うわーこれもじゃあ新しいデパートに1個入れる赤い入れへんってほんまに気になったわ、ね、ずっと気になったわ。はい、ラファエルさん、どうですか。はい、いやー、もうほんまにありがとうございます。忙しいな、ほんとに。いやいやいや、めっちゃ、もうもちろんですけど、全部美味しいんですけど。ありがとうございます。正直、はい、これ、僕の意見ですよ、わかんないですよ。はい、細麺が僕ちょっと良かったっすね。一緒です。マジっすか。僕らは、まあ、太麺が多いんですね、グループで。はい、お客様なんか言いにくかったっすよ、ちょっと、はい、細麺で言いにくかったっすよ。はい、細麺の方がのどこしもいいですし、今回のスープに合うなと思って。そうっすよ、ね、で、なんかラファエルさんのこの優しい心がこう麺で伝わるかな。うーわー、何がボケたの何がボケたの そうやね、笑うところ今。そうそう、いやいやいやほんまに細麺ですか。これだけ手間でした。細麺の気持ちがわからない。なので本当に恋愛みたいに言うなよラファエルさんイメージして作った細麺。だからあれっすよね、昨日のやつは、はい、あれっすよね、ここに鰹節とチーズが乗ることで、いやもうちょっとなんか、何かスープが違うんだっていうぐらいの濃く感じなんで。ああ、そうです。そうですよね、はい、僕らもこんなに並べて食べたことない。ちょっと驚愕。チャーシューはどれがいい。チャーシューは、何なんだろう、ラーメンで行くときには、僕も一番細いやつ。薄いやつ。ああ、なるほど。はい、これ違います。意見、ちょっと違います。僕はこれでした。一緒です。嘘やな。シャンパンとかに格付けやってんの。格付けマジっすか。いや、まあ、僕は毎日これ食べて、見てるんですよ、はい、分厚いの、はい、だから薄いのが美味しいなっていうモードになってる。あ、なるほどっすね。これはお客様目線じゃなく自分目線で、ね、これがいいなで、いいなになってくるきました。うわ、格付けなんかチャーシュー丼みたいなもしやるんであれば、はい、こっちです。あ、そりゃそうですね。ですよね。そうですね。そうですね。だからトッピングとしてあるあっても僕はいいのかなと思ってたり。ああ、なるほど。それは分かんないですけど、その工数の問題あるんで、オペレーションの。じゃあちょっとそれで完成形できていいですか。できるんですか。あ、じゃあフィットチリだけ最後に。もしかしたらこれ丼でいないですか。そうですね。完成形丼でいないですか。どっち。うわー、すごい。これが最後や。ああ、なんかエロいです。エロいラファエルさんっぽいぽいっちゃぽいっすよね、これ。うん、あ、でも僕、名古屋すごい長いこといたんですけど、うどん食ってみたいですけど。あー、なるほど。うどん食ってるみたいっていう風に一瞬脳が入っちゃうっす、最初。あー、まあ、見栄えです。見栄えと、あれですね、舌触りっていうか。皆さん、天才です。うどんの小麦を使ってます。見た目じゃなくて本質をパッて当てられた。すごっ。聞いたか。うわ、聞いたか、おい。いや、じゃあ細麺で完成形ですよね。そうですね、これの細麺で、はい、完成形改めてお願いしていいですか。わかりました。昨日食ったやつの細麺バージョンみたいな。ですね、まあ、ちょっとチャーシューも変わって、はい、これ使ってください。これですね。いいです。はい、はい、で、これメンバーだったよ。おー、失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。リアルです。リアル。そうやな、バレやったな。これは女の子無理やわ、思うわ。まあ確かにね。無理。めっちゃええね、もう。めっちゃ見栄えいいやん。いいね、見栄えめっちゃ。全員食べてもらいたいって言うから、俺がとにかく好きってももちろんあんねんけど、見栄えとかやっぱそういうところも全部でこだわっていかなかったから。うん。僕のチャーシュー、本当は絶対込めたもん。いやでも絶対そうっすもん。絶対込めてあんねん、これ。女の子やったらやっぱこっちちゃうんすか。いや、それでも、まあ、誰でも女の気持ち分かってるからね。チーズとカツオの、はい、まあ、同じスープ聞いてたのが出るけど、はい、あれ、スープ違うんだなと思うぐらい。ああ、そうなんですね。そうなってきた時に絶対合うし、はい、で、今度 重すぎると思うから、はい、イタリア人ってこうやって喋る。ジローラムさん。気になってたけど、めちゃくちゃ気になってた、ほんまに、はい。第2弾、3弾、うん、信頼がついてから、はい、そうですね。これで勝負したら、見た目で嫌ってしょ、俺がおる、うん、細麺食った時の衝撃がやっぱ、へぇ、これが超えられた、めっちゃ気になってんね。どれぐらいの衝撃でした。そうやな、俺の中学校の時の1個上の先輩が俺と2人でチャリンコにケツしていた時に思いっきり地元にあんまり行動
バックフルスイングされた時ぐらいの衝撃かな。俺はもう置いてたからな、先輩後ろやったから、先輩後ろ先輩でバックフルスイングだった。その衝撃はこっちの来たよ、先輩の、はいはい、ゴーン、俺子供にゴーンって、こうすれね、こんな関わらせてもらえるのほんまにありがたいから、うん、だってこんな食べたことないって言ってましたからね本家の人がこんな食べたことないって言ってましたからね。いや、やっぱでもアーティストなんで、まあ、もうあれでしょ、もう思ったことを形にしてみたいな。アーティストちょっとあんまり表現せんみたいな、うん、あんまり聞かない、まあまあ、ミシュランとか、 なんかフレンチのなんかミシュラン取ってる人とかなんかアーティストみたいな。そうなんだ、悲しいやな、そんなミシュランみたいなことになったりとか、カタログとかどうなるとか、みんな評価楽しみ。チャーシュー、はい、うわー、チャーシューこれ両方のせていただいたんですね。こっちは、まあ、トッピングしたい方向けの最終形態ですね。なるほどなるほどなるほどっすね。これは最高っす。ましてこれはもうあれですか、カツオとかも乗ってないですね。カツオ乗ってないです。実際乗せるんですか。乗せます。実際乗せるんですか、はい、あ、今ないですね。そうなんです。改めてもう一度、はい、うまっす、うまいっす、マジで。ちょっとパンダもいただきます、うん、うまっ、大丈夫、最高っす、最高、マジでやばいっす。ちょっと猫自体が口の中に入れました。うまっ、ありがとうございます、ありがとうございます。ここにまあ、食べていただいたチーズとあと 0.01mm のかつお節が乗る。 0.01mm 小麦祭りですね。小麦祭り、まあ、間違いです、ね、はい、まあ、やってますしね、小麦の禁断症状も彼かも、はい、ね、ここに何かの、本当あとちょっとでいいんですけど、はい、プラスアルファラファレーさんの思いが入ればもうお客様は最高に喜ぶっていうんです。まあそうやな、うん、中から選んでるだけになっちゃうからな。まあまあ確かそうですね。俺の何かも入れたいですよね。例えばですけど、ごめんなさい、ほんまにラーメンはやったことないですよ、仕事ですけど、オペレーションのことも分かんないですけど、一定の時間替え玉無料みたいな、他もおもろいかな。替え玉無料、一定の時間替え玉無料。例えばですね、その僕結構プレゼント企画とか楽しいから YouTuber で、はいはいはい、確かに確かに、結構もうお金稼いでます YouTuber ってかけたから、はいはいはい、還元することが多いんですよ。ボランティアとかなんかそうですけど、まあ、普通プレゼントなんでもそうなんですけど、うん、他と違うので言うと買い玉無料みたいなとかもうちょっとおもろいのかな。その見えるすかなんかわかんないんですけど、やばいっすけどね。たまにあります、ラーメン屋で買い玉1回無料1回無料あるんですよ。あるんです。これもあった、この勉強中で今回、はいはいはい、例えばで、ね、まあ、DJ これ30分だから、はい、じゃあ40分無料とか、はい、いや、例えば、40分無料、俺もめちゃくちゃ悪いね、はい、俺が普通の案件やったら、はい、めちゃくちゃ言うねん、そのぐらい出してくださいよ、はい、社長、はい、言って交渉させて、最終的にはクライアントに返せないから利益を、はいはい、で、なるべくお客様に喜んでもらうだけやった、はい、こっちは痛めないやん。でもで、ね、ちゃんと半分出してるわけだから、はい、めちゃくちゃできへんと、俺だからそこはやっぱ考えたいんですけど、例えばそういうこととかね、無料やりましょう。やばいな。そこに関しては社長の俺の意見も、まあまあ確かにね、あとで PL 上で確認しないと。食べに行きます。はい、新店舗できました。はい、ラーメン注文します。はい、座ります。はいはい、座ります。あ、新しい店ができたんかと。はい、ラファレーさんの店から、なんかうんちからっぽいなと、ラファレーさんのなんか店の雰囲気もあるなと。はいはい、どんなメニューなんだろうなみたいな。はい、おお、やばいですね。見えました、今見えました。うわ、やばいっすね、アーティスト、ギフテッド来た、やばい。40分替え玉無料無制限何回でも OK。 はい、並びます。並ばすのプロやからね。確かにね。自分が並びたいかどうかなんです。それでいきましょう。行きます。いいんすか。はい、うわ、めちゃめちゃみんなに食べてほしい。それは嬉しいっす。え、はい、大食いのやつで銀賞な。いや、僕大食いのやつリスト作ってて銀賞な。確かに確かに、ジャイアントショルドとか絶対に銀賞な。あんなにそれでもない、絶対に。あとすずるも、あ、すずる、いや、ません。見えました、見えました、今嬉しい。正直そこは俺はほんまに分からんからさ、そこの第7巻はないから、まあね、はい、第7巻まで行くんです。第7巻のある人間たまにいるんですよ。僕も一生のうちに3人ぐらいしか会ってないんですけど、はい、第7巻あるやつってやっぱり、ね、ちょっと先の未来に見えちゃうんですよ。そのワンピースの畑みたいなもんですよ、はい、社長もそういうことあるんですよ、ラーメンに関しては。ああ、私が、ありません、ああ、
全部出ます。カタクリっぽく見れたもんやっぱ。ちょっと似てる、カタクリ似てるよな。いやいや、まあね。それちょっとピエル作ってそれいけるんだったらやってみたいですね。ラーメン一杯はやっぱりいつも通り、なんかよくありがちなのがラーメンにどうせ上乗せしてるんでしょみたいな。はい。でなんか結局一杯1500円とかで出しちゃって、はいはい。替え玉なんか30分40分で1000円とかある。そんなに食べたくないって言ってたの。はい。そもそも買い玉って平均でどのぐらいなの？3回4回したらスープなくなってると思います。ですよね、スープがなくなるっすよね。そうです、スープはプラスじゃないか。うん。じゃあ買い玉40分無制限トッピング、はい、オーダーとして300円。はい、ああ、なるほどね。それはいいっすね、いいっすね。そうしようか、ジャイアントシュートだけ絶対入れると。いや、それは普通のラーメンの値段で、で、乗せることもせずに、うん、それ一杯でええねんって、こんなのもんねんから、まあ確かにね、300円乗せんといてって話だから、はい、ラーメン代に、はい、トッピングでですね、はい、めちゃめちゃ行列よりも、なんか店舗展開がちょっと見えました。ああ、もうそんなに見えてるんすか、どこまで見えてんねん。やばい、第8巻とかあるでしょ。すごいわ、なんで筋飛ばしてないと思わないしろとか。いや、これちょっと革命じゃない、うん、昨日やったらなんか大阪1店舗みたいな話だったじゃないですか。そう、それもね、ちょっとね、これカレーパンの社長の片岡っていうのを今日知るんですけど、知らへんよ、喋ってて、大阪に出すって話で昨日あの後盛り上がったじゃないですか、カメラ前で。ちょっとこれ、要相談なんですけど、東京にも出したいんですよ、うん、お試しでもいいんですけど、まあ、本拠地は大阪にいいんですよ、はい、それ普通ちゃんと店舗出すけど、まあ、なんか曲がりでもない時に、例えばなんかいろいろあるじゃないですか、パターンって困ります、行けます。例えばそんなんでいいんで、はい、一旦東京出したいです、うん、もう渋谷にあります。ええ曲がりでいいんですよ。例えば、はい、はい、大丈夫。店舗があるんですか？あります。どういう、そうですか？渋谷の道玄坂近くで良ければあります。やば、渋谷ってやばいです。めちゃくちゃいいところ。やば、道玄坂でラマルさんが好きそうなちょっとエロい通り入ったところにあります。あ、よく使われるっすね。違うのかな。ああ、俺が一番いいですな。ちょっとなんかマニアックな地下1階入る建物。おお。まあでもなんか面白いかなっていう。うん、道玄坂から歩いて1分ぐらいのところなんで。おお。知る人ぞ知るでも並んでるみたいな。百貨店抜ける道？道玄坂。東京もこれ出しちゃう？いや出したいです。僕ら基本東京じゃないですか。お前はあれ得しないけど。東京っすね。東京っすね。うわぁ、早い！早っ。なんでも早いねん。なんでも早っ。食ってて、大阪東京。めっちゃ嬉しいっす。わぁ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 。あ、でも、なんか、法人の東京間に合わへんくらいは。スピード速すぎて、こっち。そうっすね。東京何もしてんのかな。はい、やばいやばい。スタッフ募集誰もしないです。ちょっとね、これ急がないとダメですね、ほんまに。うわぁ、いや、おもろいっすね、マジで。ってことは、店長2人若い？店長2人若います。若います。ヒカルの言える住所教えるから。ヒカルのファン。働いてくれ。最悪や。絶対ヒカル来させるから。ヒカルのファン。待ってる。ヒカルの秘密全部教えたろ。あのバリューの親族も全部教えたろ。ほんまに真に受けてくるで、応募。ほんまに真に受けてくるで。いや、いいっすね。はい、ちなみにですけど、募集要項等はまたライブ載せておきます。はい、詳しくなくて、まだほんまに何も決まってないから。はい、そうですね。はい、とりあえず、はい、決まったな、これ。よろしくお願いします。いやー、頑張ります。ありがとうございます。あ、店名は店名は、なんか、さっきなんか小麦祭りみたいな。そうやな。出たんで、なんかそれ入れたいですよね。僕が来てたら、もう人類なラファエルになっちゃうんで、ちょっとそこはなんか変えたいですね。そうですね。小麦祭り。小麦祭り。小麦祭り。これ入れたいんだ。だって階段もう無限やから、小麦祭りちょっと張ってるやつだね、はい、この厳しい時代のことも、ちょっと地上自体も厳しいと話して、はいはい、世紀末の小麦祭りみたいな。濃い。いやー、すぐ決まった。すぐ決まった。すぐ決まっちゃった。いや、もうちょっとやった方がいいんじゃん。すぐ決まっちゃった。いや、それがいい。うわ、出会いだ、出会いだ。いや、出会いじゃねえ。一人。いや、いいっすよね。いいっすね。世紀末の小麦祭りで。そんなすぐ。でも、そういうことじゃないの。まあまあ、でもそういうことか。大事やと、パンと一発に来たんですよ。まあ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 、確かに。世紀末の小麦祭りに行ったら、替え玉40分無制限ですね。無制限です。やばいラーメンですね。いや、それやばいです。マジです。マジです。ですですはい、これでも、なんでそれを、まあ嬉しいんですけど、今更ですけど、ちょっとこれ聞きにくかったらやってくださるんですよ。その要はカニバルやん。まあ、自分でやっちゃえばいいの。僕らの会社としては、人類に麺類を使われてるんですよ。
はい、なので、ラーメン好きな人が世の中にラーメンを届けてくれたら爆発でしょう。うわ、かっこいいね。かっこいいっすね、まあ、なのでラーメン好き、はい、好きですよ。なんかめっちゃ食べてはるなと思って、まあ、それでちょっとこの間パクっちゃいました。いやそれに関しても許しないんですけど、これでお詫びということ。いやいや、こんなわけあんの、すごいな。熱いっすよ。やめてやー、なんかため助けて最後あんな落ちたんで。いやいやいや、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやということでね、ちょっとね、これ動画編集どういう風になってるかわかんないです。まだ決まってないことがあるんで、だから進むのは進んでるんで、もしかしたら動画外の説明とか、概要欄でちょっといろいろ説明の追記をしてるかもしれないです。あとはまあ SNS とかでそのオープン日とか決まったら、うん、ちょっとみんなの本当に意見聞きたい。これマジ自信あるんです。もう出来合いの商品出してるわけじゃないんで、うん、マジ自信あるんです。終わりでいかなきゃ。そうですね、はい。本編の隣になったバビって今それ可愛いのかな、地方のとこどうやら。まあまあでも大阪ですからね。毎日降りてこられますけど、最近書渡して。暑い日も寒い日もいつもお疲れ様で目の前で立ってます。すごいです。まあ何屋さんかちょっと分かんない。何屋さんか分からないけど行こうか。行きますか。はい、どうぞ。お疲れ様です。いやー、東京の方に戻ってきましたけど、すごいことになりましたね、ほんまに。昨日、今日、この2日で決まるぐらいのノリですからね。なかなかあんなアーティスティックなオーナーさんもおらんことない。で、会社名がまた株式会社ウンチって。アーティスティックすぎだろ。で、今も麺を宇宙に飛ばしてんねやろ。そう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 、あのイーロンマスク、イーロンマスクさん の, あのスペース X かなんかに乗せて火星に届けたいって言うと、ガチで今麺を小麦を乗せてるってことで。で、名前決まったんですけど、世紀末の小麦祭りということで、大阪の場所が心斎橋のひっかけ橋のちょっと降りたとこですよね。ちょっと降りたとこ、川沿いに降りたとこですよね。あのドンキとかあるらへんですよね。そこに店舗作ります。で、そこはどんな感じになるかもうまだ今から話してるんで、まあ、ちょっとラファエル氏を出していこうとかなんですけど、一応名前としては世紀末の小麦祭りで、東京にも出します。で、東京が、渋谷の道玄坂で、そこは、現状物件がですね、ちょっと急遽話の流れで言っちゃったんで、もしかしたら夜バーやってるところを昼だけラーメン屋にしたりとか、以前ですね、イベントで上原愛さんとかが、人類みなめんぬいさんのコラボの時に実際使った店舗があると。ただそこなんか夜かバーかなんかやってると。で、そこやったら日中、ラーメンに行けるんじゃないかと。ここちょっと一旦急遽なんで、なんで東京と大阪で、で、この大事なお知らせっていうのがですね、店長アルバイト正社員これ募集ということで、ね、内容が今出てる通りなんですけど、マックスでですね、入社3ヶ月で40万円っていう事例もあると。で、基本的なプランが CBAS と、これ今写真にある通りなんですが、皆さん見ていただいて動画概要欄にも貼ってます、見ていただければと思うんですが、 S のプランだったら研修後は30万円からみたいな感じですね。勤務時間10時間と休みは月6日ってことですね。アルバイトの方は、時給1100円、1200円、1300円みたいな方で、で、もうですね、このスピード感でやってますので、スタッフが揃い次第オープンさせます。お店自体はいつもう2週間もあればできるって言ったね。中は麺はあれで決まったもんね。で、味は人類みたいな、もうそのベースのあれがあって、はい、で、あそこに鰹節とめっちゃ高い高級チーズみたいに入れるみたいな、はい、で、あのトッピングで、まあ、ラーメン出すことはもう動画の通り決まったんですけど、トッピングで、その動画の時にあった、太チャーシュー、チャーシュー丼もするしみたいな、ご飯も出すしみたいなことで、あと餃子も出すしみたいなことなんですよ、はい、それと突した時にあった超高いチャーシュー、あれもトッピングで作るかもっていうところは今話し合ってる最中で、まだ決まってへん状態で、とにかくスタッフ募集したいんで動画撮ってます。で、あとはやっぱり買い玉オプションでですか、300円で40分間買い玉無料ってことですね。はい、しこう。なるほど、これは新しいですね。これは並ぶんちゃう、マジで。シンプルにラーメンが美味しいですよね。マジでな、ほんまに怒る気うせたもん。なんか怒る気うせんねん。5分ぐらいで完食してましたもんね。ちょっとした大食いのやつやもんな、速さがな。びっくりしたもんね、ほんまに。歯ないんかな思って。昔のみたいな。いやー、ということで、まあ今後ね、FC も募集したりとかっていう構想もちょっとありますので、まずはこれ2店舗、本部経営でやりますけど、多分あそこがもう120店舗ぐらいやってますから、新しいブランドってことで、FC 加盟ってことも、今後も2年、3年かけてですね、増やしていこうみたいな話もちらっとあったんで、動画であんまり言ってないんですけど、オープンしたら速攻で、なんだと、今お問い合わせやれば、速攻でもしかしたら加盟も募集する可能性もあるんで、熱いっす、マジで。だって会議であれ動画回してたことがわからんけど、2年以内で50店舗絶対行くってことかな。絶対行かせれるってことかな。3年やって100行くってことかな。
アーティストに出ました。アーティスト、株式会社、うんちが代表出たもんな。ということで、まあ、FC の方はね、まあ、募集はまだ内容決まってないんですけど、専用のラインアップはここに今出てると思うんですけど、ありますので、これちょっと読み取っていただいて、アルバイト募集なのか、社員なのか、ということで、勤務地どこなのか、ではどうもちょっと FC もちょっと今のうちに話聞きたいんですけど、ここちょっとまだ話固まってないんで、わかんないですけど、そういうのとかね、お問い合わせいただければと思います。いやー、本当にこんだけラーメン、毎日食べ続けてて、まさか、こんな感じでパクられて言ってへんかったけど、だって2月か3月に出す言ってたもんな、はい、物件もう大体ここやなってなってましたもんね、ぶっちゃけ。まあ確かにな、あそこまで本格的なその研修するラボとかないし、最初俺考えてた構想はさ、はい、味噌菌の麺勝手に使ったろうかなと思って味噌煮の麺勝手に使って鴨黒のスープパクったのかと思ったから、お店でカップラーメン出るってすごいよ。誰が来るの。いやでもね、本当にガチで、ほんまに下手したら3食1週間食べてるぐらいのレベルですから、普通のご飯と別でわざわざ食べに行くだけ、そのぐらい好きなんで。最近とかだとウーバーしてみたらどうなのかとかもやってましたし、まあね、あえてそのどこが一番美味しいみたいな話はないんですけど、やっぱそのこの間のやつはやっぱ飛び抜けてうまかったです。てかチーズがあんなに合うんやと思った。鰹節チーズ入れるだけで。いやでもあの機械やばいみたいです。あとあれでしかなんか1ミリまでいけへんみたいな。他のとこ普通やったらなんか2ミリ3ミリになるしかない。あ、そうなんや。え、お前のおかんとどっちがやばい。お前のおかんとその1ミリすれる機会とどっちがやばい。いや俺のおかんのやばい。うん、なんか大したことないやん。当然オープンの時は僕もイベントで行きますし、大阪東京行くたびにはなんか1日店長やったりとか、なんか多分いろんな絡みがありますので、まあぜひ一緒に働いてくれるスタッフ募集しております。でもちろん研修期間云々関連ありますし、ラーメン屋っていうことでね、大変だと思います、仕事なので。ただなんかまあ多分向こうもこっちも会社はいっぱいやってますから、何かあった時に要はそのスライドできるんで、やっぱあかんかったかなっていうスライドもできるし、マネージャーとかも募集しますし、何かっていう形では多分面倒見る形取れるのかなと思うんで、まずは一旦ラーメン屋の募集ですけど、まずは店長候補で、経験者の方はまあ優遇できるのかなと思うんですけど、まあ、そういうのを含めてですね、研修期間しっかりやりますので、ぜひぜひ LINE アットの方に応募いただければと思います。 OK、はい、じゃあおかんのフルネームと誕生日言って。言わへんって。在大地最温情氣境聖東方最夢中華南移活發志氣大家去衝手中握著計劃心中湧出美夢後裔勢要去掀東方的威風。